にて、おう、伺いたいことが、その前に、先じゃ。ほ、はあ、褒美にとっとくい。落ち水に見入られた我が孫、源一郎。よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。 我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主フクロウのせがれか。あの国取戦で拾われたわらしよな。めぐ<は>巡ってここに至るか。<laughs> 人の絵にしとはつくづく面白い。 そうは思わぬか、せ赤ろよあなたしてそのお主が何を知りたいミコ様の目指す不死立ちその鍵となるものを不思議不思議ならば あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議。尋常な術では死なぬ者すら殺す、それゆえにな。死なぬ者とは虫つきとか言ったかのう。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。 まことであれば、恐るべきことよな。うん、そういった化け物すら殺す。それが不思議よ。不思議は、いつこに。千宝寺にあると聞く。ただ。不思議は。抜けぬというぞ。抜けぬ。 ただ、そう伝わっておるのよだが今やあの寺は門を閉ざしておる生草どもめお山にこもり何をしておるかは知らぬがまともな道などつながっておらぬのよ デカしたぞ関路んんん <laughs> たまらぬ <laughs> この流線をわしが手に入れると嗅ぎつけたバカ者どもが飲ませろと集ってきたものじゃバカ者ども 酒飲みながら十文字槍を手放さぬ馬鹿者に、人の酒を現実でかすめ取る馬鹿者、酒ず片手に作りかけの義手をいじっておる馬鹿者。それから、でかい図体ですぐに真っ赤になる見かけ倒しのフクロウもな。それは。<laughs> お主の父もまた馬鹿者じゃったわ。行くか、赤炉。不死立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら、企てやらが渦を巻きおる。 迷えばその渦に飲まれ。戦に破れる。かははは、そうじゃ。肝に銘じておくがいい。赤炉よ。迷えば破れるぞ。